偉いってありがとう。そう、私はなかなかあの期間が長いと覚えれないので、こうやって自主練までにここまで踊れるようになろうって決めたら、なんかやろうってなる覚えるの嫌でも覚えたら楽しいのでね。はい、これはチートラブのやつ。めっちゃいい音だよね。ウィー催眠術じゃないよ。めっちゃいい音だよね。鳴らしすぎたそう、夏を感じますね。自然のやっぱ風で流れてほしい。こう手でじゃなくてこう風でうんってやってほしい。オカの風鈴かわいい、ありがとう。なんかマーブルできなくてお鼻にテープしたんですけど、でもかわいい。こももちゃんセットのこれもめっちゃかわいい。これもねつけてます。ちょっとね本当はベッドタイムの9時前にやりたくて配信でも今日忙しくて、なのでちょっとやりながら話させてください。ごめん、どこにつけるの、どうしようかなと思ったんだよね。どうしようかな。こんばんは、こんばんは。学生が通学かはもうやばい、もうずっとなっとるやん窓際にね、つけましょうかね。イヤリングはやばい。髪飾りもめっちゃ鳴るじゃん、音。それどこで売ってたの？これはね作ったのよ、セトラブで。だから売ってないのよ。ピアちゃんの新しいモチーフ、ピアちゃん実は昨日じゃないわ、今日学校帰ってきてなんか見たらピアちゃんがなんか殻じゃないわ、お家変えてて、だから今までなんかちっちゃめのクリーミーな茶色い貝殻だったんですけど、今日からなんだっけな、あ出せるのあったのにバストしちゃったよ、ももか。なんかね、次はツルピカの茶色い貝になりました。ほどい貝殻は置いてます。300円なら買う。ダメなんぼで売ってくれますか。なんぼでしょうか、これはどうなるのそんな上手じゃないからな。なんかヤドカリちゃんはそうだよ、体が大きくなったから脱皮でちょっとだけなので、大きい、ちょっと大きい貝に変わりましたね。
5万までなら出せて意外と高い。なんかここにさ、なんかあれ始まってるじゃん。そう、オークションになってる。そう、自分でちょうどいいサイズに変えますね、私が置いてたやつを。でも気に入ってくな、気に入らないと入らないみたいで、なんか一個茶色いやつ以外全部さ白置いてたのにさ、ピアちゃんはまた茶色を選んだので茶色が好きだったのかもしれない。桃三つ枝だな、高級の桃でお願いします。桃花の愛の詰まった風鈴はなかなか手に入りませんよ。貝殻もペットショップで売ってるね。でも僕はなんかネットで買いました。ちょっと種類がいろいろ欲しかった、かわいいのが欲しかった。そう、そう、茶色が好きなのかも。しかもかわいい茶色ですよ今回は。でもツヤツヤになった、前はマットな茶色だったけど。海に拾いに行けば結構貝あるね。それはそう、海の貝って取っていいのかな、わかんないや。前髪待ちいいね今日ね。でももう学校行って自主練してセットダブして前髪がはぁはぁって感じになってますね。もうもう汗もかいたし。そう、もともとそう、あれとか。貝殻はオッケーなんだ。じゃあまた海に行ったら拾う。止まってる、ごめん、押すの貝殻ループしてた。ててじゃん。なんまけ確定だよ。にゃん。今日はもう眠い。めっちゃ眠たい。ガチ食べよう。もちゃんと当たりそうだったな。なんでやん、悲しい。全然当たってないじゃん。見て、一年中いちごを引くストロベリー、ストロベリーチョコレート、美味しいですよねこれ。すごい初見ピーナス、ピーナスいらっしゃい。美味しいよね、知ってる、みんな。なんかコクもカチンカチンコチンにさ、なんか
冷えてるのがいい。断面わざと溶かして食べるのも好き。あー、なんかでもさ、めっちゃ味美味しいんだけど、溶かしてたらなんか歯にくっついてくるのよ、ももかの場合。なんか噛んでたら、そう、普段チョコ食べんな。でも、もうあんまり食べないかも。なんか食べてるけど、他のやつの方が食べてる気がする、自分。じゃあ、あとはね、冷やしたり波にあげたりしますね。ふんふんふん。チョコ体にいいの？そうなの？好きなのかな？おいしい。おいしいよね、これ。僕たちにはくれないので。ポリフィノール。何それ？チョコ頭が良くなるよ、マジで。なんで？そうなの？そんなことあるん？食べるわ、じゃあ今日から。テスト期間に入ったらめっちゃ食べとくね。山口ツアーね、出ました。ぜひ皆さん当ててください。私はとってもとっても、あの、待ってます。なかなかどうだろう、分かんないけど。四国三県全部行きたいね。実は3月から山口のツアーを予約してる。すごい、もう当たる気満々だ。ぜひ皆さんに当たります。もういっぱい当たるように願っとくかな。ね、コーチがね、ないよね。私も会ってほしかった。待って、え、まだ、もう、え、被告のやつは出てるんだっけ、日は。私もまだ、山口だけかな、まだ。まだ、もう出てるっけ。日程しか出てないのか。チケットは山口で、日程は全部出てるのか。え、ちょっともう一回日程確認しよう。あー、なくなった。くしゃみしそう。いろいろ怖いなの。私もびっくりしました。びっくりした。体力大丈夫かね。大丈夫かな。夏休みだから、やっぱアドレナリンが出るよね、やっぱり。使い方合ってる。夏に強いよ、意外と。
リハまで合わせたらそう3回皆さんと当たった。で、なんでこんな時にずっと用意してたピンクがないの。悔しい。ねえ、ずっと当たりたくてさ、ピンクと黄色のペンライトをいつもセットしてたのにピンクだけゼロなの今。こんな屈辱ある。なので3本振りします。別の色、黄色込みで。もう悲しい。めっちゃセットしとけばよかった。でもめっちゃ当たれたのが嬉しい。なんかすっごいもうずっと前から絶対セットしてたのに準備不足だ。こういうね、たまたまっていうこういう幸運もあるのに。待ちよ。相対性めっちゃ嬉しい。テンション上がってたら重き試乗感残しちゃった。私はこの戦いは負けることが本望です。ふふふふ、私は良いんですね。テンション上がってミスるよな。ミスる。待って、スクショしてない。驚きで。ってめっちゃ悲しい。絶対また当たる。幸運を願って当たるわ。ももまたね。もう全部忘れてた。待って、悲しい。なんかもう一緒にさ対戦できたことの嬉しさでさ、写真をスクショするのも忘れたし、ピンクのペンライトゼロだし、もうでも当たれたことが嬉しいからいいとします。ちょっともうなんか、なんだろう、心がわっしょいって感じで、ももかは今忘れてた、いろいろ。あ、もちゃもさんと当たった。好きな人つびかだわね。絶対気をつける。トゥトゥトゥン。よかったね、よかった。今日の疲れ飛んだ今。何回またずれしになるんや。そうなんや、すごい頑張る。また当たれるように。ちゃんとスクショしました。ちゃんと覚えてる。私は舞い上がっちゃった。ぐにゃー、すごい。待って、正午。
クリンさんと当たった？なんか今日回線が重い。にゃんじじゃ。ピンク補充しよう。補充するんだから。お、レッカちゃんが当たった。お。お、おもちゃんカードの人がいる、やった。分番に勝っちゃうと罪悪感ある。今日ね私は自分にものすごく課題が積もりに詰まってることの現実を知って、してわーおってなってやばいってなったら、2時間目がたまたま自習になって、一生懸命自習でちょっとでも減らして、何の課題、なんか授業中に、なんだっけな、あれなんかコミュ A の先生が今年結構ね、なんかいろいろ書くことが好きみたいで、なんかはあれなんよ、あ、なんて言うとしたっけ、コミュニケーション英語って言ったらいいか、コミュニケーション英語がなんか授業を書くたびに物語全部を英語で書いて和訳して、単語書いて単語の意味書いて、なんかチェックポイントみたいな、なんかやつチェックアップみたいな、横にある問題みたいな全部やって、それで1時間なんですよ。もうそれは授業中の前にやってくるのが前提なんですけど、私は受けれてない分の授業があって、全然なんか分かんなかったからうまくやれてなくて、それがね、素晴らしい枚数なんですよ。はい、素晴らしいんですよ。はい、で先生はももが、あ、レイカちゃんと当たった。そう、それでどうしよう、また当たった嬉しさで話してる内容全部忘れちゃった。そう、素晴らしい枚数なんですよね。で今日もっかのお互いなんか忙しくて休む日があるんですけど、今日はお友達と一緒だったんですよ。その友達も来てたし、私も今日行ってて、それでなんか一緒にバレーボールの子っていうやつを2人でペアで練習したんだけど、なんか2人ともあんまりセンスがなかったみたいで、なんかめっちゃ体育館のなんかあるじゃん、ステージにボールめっちゃありまくって、そんな感じの一日でした。はい、素晴らしいと2桁、全然2桁超えてるよ、マジで。ノートに書くんよ、全部プリントとかじゃなくて。なんかもうボールで骨折もしてるしさ、怖いもん、ボールが。高校の時バレー部とか教えてあげたい。ぜひ、私全然飛ばないので、もうなんか中学校の時の方がまだ飛んだでしょっていうぐらい、もうさ、なんかもう何もできなくなっててびっくりした、バレーもう苦手。なんかもうでもかっこいいなと思う、バレーできる人。
なんかどうやったらさ、あのさ、こうやってポーンって入れてバシッみたいなのができるんかねとか。でもなんかあれ、バスケとかも本当、もうサッカーとかも、まあ、球技全部なんですけど、あ、でも野球とかも怖くないのかなと思っちゃう。あのボール速いじゃん。まあ、バッティングセンターに行った時になんか、そう頑張ってやったんですけど、私指にボールと激突して、何にもならなかったけど、めちゃくちゃ痛くて、本当に、そう、そう、本当にボールに慣れてない。そう、バッティングセンターですね、ボール手にボーンみたいな。もう本当にまた折れたかと思ったけど、折れてなかったし、何にもね、なんてなくて、マジでよかった。怖い。もう ボールは友達って思えない。でも、なんか軽く楽しむのは好きだよ。ガチじゃなかった。ガチだったらちょっと怖いから。ねえ、またやらかした。またジョーカーのクエスチョン。ドッジボールめっちゃ強かったし、あれはボールがあんまり硬くなかったからまだなんとかなったけど、なんか硬いボールとかだったらマジでビビるし、私はキャッチできないから逃げるのが上手いだけだよ。そう、私が、そう、トランポリン逃げまくってたでしょ。あれは怖いからなんだよ。 だって使うの、サーヤと遭遇したい。え、モカすごくない？ え、モカすごくない？さっきから確率半端なくない？ちょっと好きなサレンダーしとこう。カラフルに振ってこう。 え、めっちゃ引きつる。しかもサーヤンと当たりましたっていうさ、待って、52分だって、やばいやばい、待って。ねえ、ヤンちゃんが返してくれたペンライト、好き。フフフって使ってくるんだけど、めっちゃ普段からさ、フフフって言ってるイメージあるんだよね。え、ちょっと当たりすぎ、やばい、もう52分やばいよね。 やべえ、やばいやばい。でも当たったの嬉しい。急いで読むね、後で。なんかサーヤンにベタベタできるのってモモの特権だと思ってる、毎日。 めっちゃフフフって。いや、泣きながら円スタンプしてるよ。なんかパスって子供かない、出せないこれ。ちょっと、あら、1になっちゃった。やんちゃん、また本人登場取れなかった。みんなだから最後のところ取る。いや、もうかすごくない？ちょっとついてる。しかもさ、もものさ、ファンのことにもね、結構当たったね、ランダムだけど。嬉しい。はい、じゃあ、いきます。読んでいきます。持ってるでしょ、私。てるさん、かわいい、ありがとう。つぼゆすけさん、かわいい、ありがとう。たんぽぽのさけさん、
アイスにかわいい、ありがとう。イストさんハートありがとう。エイトさんかわいい、ありがとう。ドラガンさんよく頑張った、ありがとう。マイピアンドノッピーさんかわいい、ありがとう。ターさんハートありがとう。ラスカルさんタコありがとう。ケシティさん、スイレンありがとう。ターさんかわいい、ありがとう。シラスさんかわいい、ありがとう。リッチさんかわいい、ありがとう。ミビサムさんかわいい、ありがとう。ファイナルさんハートありがとう。ターさんタコに尊いにお疲れありがとう。ナオトモさんハートありがとう。タナモさんバラありがとう。シンヤさん、スイレンありがとう。ナオトモさんかわいいありがとう。ユキアキタさんかわいいありがとう。ハイズさんハートありがとう。ピョンチャンさん、スイレンありがとう。13位のピリリさんありがとう。12位のヤメイジタクマの軍隊ピピピピピさんありがとう。11位のヨシトさんありがとう。10位のフミアトマークウフフさんありがとう。9位のキビダンゴヒコーニーさんありがとう。8位のヒデくんさんありがとう。7位のファイナルさんありがとう。お洋服がかわちいです。お黒いやつありがとう。6位のタロイモさんありがとう。5位のナオトムさんありがとう。4位の本日 ST モバイルの指名リセモーカーに変更しました。あれしてくれてなかったのそれでもね嬉しいですよ、一番ってことなのでありがとうございます。3位のタンポポのおさきさんありがとう。シトラブのふーももさん、ふーももコンビめっちゃ好き、おありがとうね。次のセトラブで最後だから寂しいけど楽しみます。2位のドラガンさんありがとう。作品を一生懸命選んでくれてる姿可愛かった、ありがとう。こちらこそいつも参加ありがとう。1位のエビサモさんありがとう。ありがとうございました。今日もね楽しかったです。ありがとうございます。今何時でしょうか。57分ですね。お疲れも、また対戦しようね。もう寝ないと。そうだよ、でもねちょっと動画撮らなきゃ。それしたら寝る眠ちい。おやすみよ、おやすみよ。当たりましょう。よしじゃ、おやすみ、終わります今日は。ありがとうございました。またねー、おやすみ。